ここまでだね、オビト。くそ。いい作戦だよ。オビト、虹の方向。お。カトン、豪華級の術。うん、もう少しだったね。そんな、先生いつの間に。ちっ、また失敗かよ。成長したね、二人とも。それにチームワークをよく分かってる。さて、あとは。このタイミングで。カカシ！先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい？いえ、先生相手に二人を守りながら戦うのはきついんで。だから二人がやられるのを待っていたか。よし。何？やるね。けどそれじゃ俺に勝てないよ。まだまだ。影分身。未完成だがこれで決める。言ったろ、俺には勝てないって。カカシ、君の負けだよ。そんな、なんて速さなんだ。あの時。実力はすでに常人クラス。あれを仕掛けてなかったら勝負は分からなかった。だが、今の君は。もう少しだったのに。もう少しか。もう少し。あの頃の俺はもう少しで先生に認められ、そしてもう少しで本物の忍びになれると思っていた。だがあの頃の俺は忍びについて何一つ分かっていなかった。俺はまだ子供だった。うん、よく当てたね。先生相手にすごいよ、カカシ。たった一撃でしょ。褒められるようなことでもないよ。俺だって。ナイスタイミングってとこ。あ、クシナさん、わーい。みんな頑張ってる？ああ、ちょうど休憩に入ろうとしてたとこだよ。よかった。はい、お昼ご注文のクシナスペシャルね。やった、私クシナさんのご飯大好き。リンは本当にいい子。せっかくお弁当を持ってきてあげたクシナ様に対して随分な態度を取るじゃないの。俺は別に頼んでねえよ。腹も減ってねえし。強がるのもいいけど、とりあえずご飯食べなさい。腹が減っては戦ができぬでしょ。いらねえよ。俺は施しを受けねえ。飯がなくても戦える。
へえ、男らしいとでも言うと思ったか。口答えしないで食べる。忍びは体が資本。そういうところがガキなんだってばね。出たよ、出た出た。また始まった。食べてよか、二人とも。この暴力女。はあ、誰が暴力女だ。カカシもやるようになったわね。うん、あの歳であそこまでできれば上出来だよ。リンも成長してるし、いいチームになってきたじゃない。オビトもいるしね。あいつは生意気盛りの半人前でしょ。いっつも余裕ないし、手裏剣もおろそか。イン組だって。君の言う通り、確かにオビトには足りないものがいくつもあるけど、あの明るい性格は本当に貴重だよ。オビトの存在が周りのつながりを深くしてくれてる。それは間違いない。で、そんなこと分かってるか。お気に入りだしね、君の。さて、どうかしら。はい、これ。ありがとう。ところで、次の任務地は決まりそうなの？うん、近日中に本決定されると思うけど、おそらくカンナビ教だろうね。カンナビ教。戦争、早く終わるといいね。準備はいいね。はい。それじゃあ、クシナ。うん、みんなしっかりね、頑張ってくるのよ。うん。あと、オビト。あ？あんたはおっちょこちょいで、慌てんぼうで、ドジで、バカで、間抜けなんだから、人一倍注意すること。もし怪我して帰ってきたら、げんこつじゃ済まないからね。いいわね。俺を誰だと思ってやがる。俺は火影になる男、内葉オビト様だぞ。何の心配もいらねえよ。絶対に任務を成功させて、そんで怪我なくみんな一緒に帰ってくる約束だ。約束だってばね。そういえば、ずっと聞きそびれてたけど。ん？なぜ君は彼をそこまで気に入ってるんだい？あの子には夢を乗せてるから。夢？いつか私たちに子供ができたら、あの子のように明るく、まっすぐに歩いていける、そんな子に育ってほしいと思う。決して頭が良くなくていい。生意気でもいい。けど、仲間を大事にして、根性があって。決して意志を曲げない。そんな強い子になってほしいって。この世界は終わらせねえ。終わらせる。予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次忍海大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へと駆けていく時代。傷つけ、傷つき、奪い、奪われ。
どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない3人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ、時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ、お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで、今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて、俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ、カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注クナイをあげたよ、俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあ、お前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああもう喧嘩しない。さて、今回の任務について説明をするよ。まず、土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は、彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから別れてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか、大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます、援護してください。焦っちゃダメだカカシ、やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ。先生、俺たちはカカシのフォローだよ。大丈夫カカシ？援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ、ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ、状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は
君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど、君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ、任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのは、チームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか。まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を、前へ、前へ。少年たちは懸命に走っていた。さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。さあ。港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後、ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リー、こいつは預からせてもらう。はい、リンに何をした？安心しろ、ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんだな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！ココシ、二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ、リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた。ずっと俺たちを支えてくれた。大切な仲間だろうが。それはリンの任務でもあった。もういい。お前と俺と元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけども、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。最隠れの術。
まあお前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょ。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、俺もやる。ここからは俺がメインだ。バックアップ頼むよ。行くぞ。大丈夫だ、この程度。死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ロトン、岩宿だ。やばい、みんな出口に走れ。夢みたいだ、オビト。そんな、どうして。オビト、ちくしょう。俺が、俺
が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたらこんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン、熱の転生。死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです。間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、
語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉学園に2人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。俺は死んだのか。ここはあの世との狭間だ、ウチハの者よ。その目、まさかじいちゃんもウチハの。痛みを感じるということはまだ生きているということだ。じいちゃんが助けてくれたのか、ありがとう。礼を言うのはまだ早い。その分の恩はしっかり返してもらうつもりだ。それはいいんだけど、何すりゃいいんだ。俺は木ノ葉へ帰らなきゃなんねんだけど。今は戦争中だ。シャリンガンもやっと開眼したし、これで今度はもっと仲間を守れる。もっと仲間を守るか。なんだよ。お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居をしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺はウチハの亡霊、ウチハマダラだ。マダラ。マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、ギン。俺は生きてる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう。何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたからどんな夢見てんのか気になっちゃったって。へえ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいっす。ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけか。
そのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの？因果を切るだのなんだのと、わけわかんねえ話だけして、自分はずっとお眠か。あ、分かってなかったんだ、マダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てて、いいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だからなんだって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。なんだそりゃ、今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったく、バカにしてんのかバカなのかって、今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。よし、お前らそろそろあれやるぞ。ほーい、リハビリ修行っすね。大変だよ。ん？さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがヤバいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だろ。いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ？ありがとう、くるくる。よし、行くか。助けてくれたことには感謝するけど、俺は行く。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー、道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。ミナト先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時にカカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンを何とか守ってくれ。俺はすぐ駆けつける。雨？違うよ、これはスッキの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。なんだ、変なイメージしてんじゃねえ。そんなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。ここは一体ここは何だ？
んか。バカが、たった一人で仕留めるぞ。そうか、俺は地獄にいる。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。なんだって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。俺がこの世の因果を。そのために帰ってきた。誰にも見られてはいないだ。見ていたのは僕だけ。オビと敵を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う、どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようがもうどうでもいい。これから作る世界に私はいる。リンも俺に夢の世界の作り方を教えてくれ。マダラ、もう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。夢の世界、その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくるだけ。ただし術の規模、月を使って拡大しなければならない。そうだな、まずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦い柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からな。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間、お前は宇宙のマダラだ。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけど、キュービーを完全に抑え込むよ。四代目火影湊斗、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は1分で終わる。お前はクシナ、まだキュービーの封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。ナルト、さすがだ。だが
起爆札。ミナト、ナルト。よかった。ナルトに怪我はない。無理やり飛来神の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前からキュービを引き出し、この葉を潰す。なんだと。出産でキュービの封印は弱まり、そして最も厄介な港を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。お前は、さあ出てこい、キュービー。次は木の葉だ。待って。ほう、すごいな、渦巻一族とは。美獣を抜かれてもすぐには死なないか。キュービの人中力だったお前だ。こいつで始末してやる。先行なだけはある。だが遅かったな。ミナト、ナルト、ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった。ミナト、あの男とキュービを今すぐ止めて、この葉へ向かう気よ。また飛んだか。まあいい。どうして。いいから、ナルトのそばに。すぐに戻ってくるよ。俺に気づいたか。大丈夫。お父さんがすぐ悪い人を退治してくれるから。ナルト、
ナルト。確か、あの棚に。勝ったのよ。大丈夫、大丈夫だから。あ、うん、いい子ミナト、ありがとう。ナルト、私の子供、私たちの息子、やっと、やっと会えたのに。血の攻撃がすり抜けた。なんだあの術は。あの一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。里の様子が気になるようだな。それにせよ、戦いに集中できないお前はここで死ぬ。依頼人、ミノダンだよ。ここだ。封印。これでキュービはお前のものではなくなった。さすが四代目ホカゲ、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑るもの。やりようはいくらでもある。私のまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木の葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすには
いろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ。皆の先生。こんなとこは、こんな世界は。どうでもいいんだよ。あっちか。大丈夫。港、ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。あいつは必ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は最後まで諦めない。待って。私はまたやれる。この先、キュービの復活時期を延ばすことができる。今、残り少ないチャクラであなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろありがとう。クシナ、君が俺を四代目火影にしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに、ミナト、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族三人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラを全てナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は
実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって比重バランスが崩れてダメだ。式封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は世界の変革と災い。その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。ナルトに封印する。八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが二つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのはこの子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。ミネト、でも この子を信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。それと俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。チャクラだとは。4代目ホカゲ。
るし、あとは八卦封印だ。九尾をナルトへ封印する。封印する気か。しかもあんなガキに。クシラ。ここだ。これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。分かったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとう、クシナ。封印にクシナと俺のチャクラを。よし、これでいい。クシナ、八卦封印をやるよ。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日入って温まること、それと夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから。本当に信頼できるお友達を数人でいいの。それとお母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。愛してるよ。みなと、ごめん。私ばっかり。うん、いいんだ。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。ごめんね、あなたを九尾の器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんも
ずっといなかったからよ。ノントマークしか。でも今はわかる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にもキュービより先に愛情が入ってるって分かったから、だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。ミナト、聞いてる？私たちの思いちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちのもとに生まれてきてくれて。